CH-54 タルヘパラシュート爆弾を運ぶ CH-54CH-54 CH タルヘはアメリカ陸軍向けにシコルスキー社で開発された総発クレーンヘリコプターである。本機の名称であるタルヘは18世紀の y トドド続々の州長の名から付けられた。民間モデルの名称はシコルスキー S-64 である。 c h 5 4ータルへ CH-54BO トランスミッションのテストのために M551 シェリダン空定戦車を吊り下げる CH-54B シコルスキー車のスカイクレーンヘリコプターの構想は1958年にレシプロエンジン搭載の S-60 から始まったターボシャフトエンジンを搭載した S-64 スカイクレーンは 1962年5月9日に初飛行し、アメリカ陸軍は最終的に105機を CH-54 の名称で購入した。ベトナムでは CH-54 は輸送、墜落した航空機の回収に使用された。1947年にジェームズ・ギャビン将軍が 著書の空挺戦争の中で提唱した取り外し可能なモジュールシステムのおかげで大きな成功を収めた。初期のポッドは兵員と外部吊り下げ物を同時に運ぶことはできなかった。CH-54 の改良型ポッドは兵員と外部吊り下げ物を同時に運ぶことができたが購入されなかった。スカイクレーンは貨物を吊り下げるだけではなく、 全身飛行時の抵抗を減らし振り子運動を防ぐために貨物を機体中心線に沿って強固に保持することができた。ホバリング状態から車両の吊り上げ吊り下ろしができたためヘリコプター自身は着地する必要がなかった。予算が削減されたためリフトヘリコプター計画はキャンセルされより強力なエンジンが搭載されることもなかった。 ボーイング CH-47 チヌークが徐々に実戦配備されてもスカイクレーンは1990年代初めまで周辺部隊に収益していた。ソビエト連邦も CH-54 に似た骨格デザインのより大型のクレーンヘリコプターを製造した。現在、オレゴン州セントラルポイントのエリクソンエアクレーン社が 最大の S-64 機群をエリクソン S-64 スカイクレーンの名称で世界各国で運用している。これらの機体は世界中の空中消火任務用に水投機機材を装備している。1992年に形式認証と製造権を取得した後、エリクソン社は機体の製造を続け世界最大の S-64 の運用事業者で ある。スキーを履き、造装を装着した CH-54B シコルスキー CH-54。原則チ一ン世界中の博物館に所蔵されているのと同様に、数多くの機体が飛行可能な状態にある。ザ・コンプリート・エンサイクロペディア・オブ・ワールド・エアクラフト。ありがとうございます。